心がほっこり温まる、優しい気持ちがあふれる絵本が読みたいときにおすすめなのがこちら、お花をどうぞです。メルシーちゃんが大好きなお母さんのためにお花をたくさん摘みました。その帰り道、ウサギやライオンに出会い、お花をちょうだいと言われ、優しいメルシーちゃんはお花をあげていきます。メルシーちゃんが持っているお花がどんどん減っていき、とうとうなくなってしまいました。メルシーちゃんはしょんぼりお母さんの元に帰っていきます。その後のメルシーちゃんとお母さんの姿がほっこり温かい気持ちになりますよ。人に何かをあげたい気持ち、喜ぶ顔が見たい気持ち、相手が大好きという気持ちがたくさん伝わってくるお話です。カラフルなイラストもとっても素敵ですよ。